川野田チャンネル。あーだばだばだだだだはっということで、はっということで、よろしくお願いします。ノンジャル雑貨福袋の980円のやつですね。4個目を開けたいと思います。はい、来ました。ドーン、でかいです。さあ開けてみましょう。オープンです。クロード、オープンです。やー、来ました。さあ、ね、なんかもう見えてます。これ明らかにカレンダー来てますね。ちょっとこれで全部見えちゃうんで、じゃあこっち下ちょっと動かしてもらいますね。はい、カレンダーを、何これ、カンコレだ。カンコレのカレンダー。2017年のカレンダー。おー、すげー。あんまり見せちゃうといけないのかな、これね。おー、セクシーセクシー、あ、かわいい。こんな出てきちゃった。ということで、カレンダーね、使ってないやつ、2017年かな。はい、ありがとうございます。あ、来たよ。頑張れ嵐ってことで、もういいね。開催してしまった。あ、活動休止かね。これさ、なんかさ、ちゃんと取っ手までビニール袋に全部入ってるんですよ。これ綺麗に入ってる。ここだけ飛び出てるけど、ね、開けてないんだ。使ってないのかな、ね、嵐さんのやつ。あ、これ、前も入ってましたね。ショッピングバッグみたいなやつ。ね、普通にお買い物とかで使えるかな。さあ、何でしょうか、これは。T シャツだ。ある誰が、残念か、一人ぼっち、丸々生活の T シャツですね。XL! やばい、俺も着れるかな、じゃあ。ね、一人ぼっち。まる生活、ちょっとよくわかんない。これ制作がかってるのかな、ちょっとわかんないですけどね。おー、写真、おー、すごくない、すごくない、これ。パトレイバーの帽子ね。パトレイバーの帽子で、ね、フリーサイズ、ひらカタカナで書いてあるね。ね、いつ販売されたの。すごいな、パトレイバーの帽子。はい、行きましょうか。これなんでしょうか。あ、ガンダムシードフェスティバルネックストラップかな。はい、これなんだろう。あ、これは黒子のバスケかな。あ、黒子のバスケだ、書いてあったのかな。裏面に書いてあったね。はい、これはなんだろう。あ、これも黒子のバスケのアクリルスタンド、リコーダースタンドじゃないか。あ、これ忍たまなんだろう。はい、これなんだろう。あ、ドラえもんのね、手ぬぐい、手拭きって書いてある、タオルみたいなのかな。はい、でかいな、これなんでしょうか、これ。お、おしゅ、お、あれだ、おしゅしだよね、おしゅしだよね。よろしく、よろしく。1200円、しまむら安心価格で1200円で売ってるクッション、顔がここに入ったらおすしだよ、ね、そうそう。お、なんだこれは、じゃーん、なんか入ってるよ。よしスタンプの、ね、グッズ、これ人気あるのかな。はい、開けましょう。でーん、何でしょうか、これは。お、なにこれ、かわいいキャラクターが入ってるぞ。何でしょうか、これは。バンダイって書いてある。うん、何でしょうか。ごめんなさい、ちょっとわからないけど、このキャラクターの方がいいですね。はい、マスコット、こんな感じになってました。さあ、見てましたね、今ね。はい、これか、はい、はい、行きましょう。ダーン、デレッ、あ、クロミちゃん、クロミちゃんね、サンリオのね、バック。はい、行きましょう。はい、ダーン、傘、フォーシーズン、ノンジャンル雑貨ですからね。傘ですね、折りたたみの傘、普通の傘じゃない、この折りたたみ。フォーシーズン折りたたみ傘、こう至ってシンプルに普通の使ってない折りたたみ傘じゃないか。はい、来たー、カーン。はい、何でしょうか、これ。ガンダムシードかな、ガンダムシードのカーン。
顔がこんなかっこ、あれなんか顔、まあいいか。はい、じゃあ出た、何でしょうかこれは。王子様レベル 1.5 のなんか起き上がりこぼしから空気入れてね。はい、さあこれ何でしょうか。これは何、カフェ吉祥寺ピルケですね。はい、あ、これはあれじゃない、セーラームーンのやつかなね。うん、セーラームーンのやつかなね。はい、これ違いますかね。これは何でしょうか。これは何だろう、アットカフェ吉祥寺って書いてある。吉祥寺のさっきのやつとね、同じ人を持ってたからかな。はい、というわけで、あの、カンカンにはこんなの入ってましたということですね。はい、行きましょう。はい、これなんだ、これはなんかまたライトですね。イエーイっていうね。で、多分、ね、開けても電池も入ってないね。軽い、超軽々。これ何、このパッチ。お、なんだこれ、なんか、ね、見たことありそうな感じの猫ちゃんの刺繍の、あれなんでしょうね。あ、アイドリスセブンだもんね。はい、これは何でしょうか。あ、バナナフィッシュ、バナナフィッシュのちょっとごめんなさい、見えづらいけど、シャツのストラップ。あ、これ前出たポカポカ、ね、携帯回路、携帯持ち上げ、熱くならない、慣れすぎないようにみたいなね。これ何でしょうね、見えないな。開けてみますか。丁寧にこのプチプチでね、くるんであるので、今度中がちょっとよくわからないんですよね。あ、これなんだっけ、 SNK だ、そうだ、キングオブファイターズのやつじゃないね。あ、これかっこいい、ほら、キングオブファイターズのやつか。しかもね、1650円だこれ。あ、これ買ったら全部ついてきたみたいなもんだね。980円で買ったのからね。あ、これいい、あ、これかっこいい、これはファンの人はいいかもしれない。名前わかんないけど、ね、あ、これフリーのハンカチ。はい、行きましょう。おう、プラレールのケーケー、今怒ってきたよこれ、うん、これあれさっきのやつと猫ちゃんのシリーズ同じやつかな、布っぽいやつ。おお、なんこれ、なんですかこれ、グレーのなんかこういう感じ、何これ、パズルっていうの、パズルみたいな。で、あ、ちょっとこれ汗でっけな、こっちだけ。こういうものなのかな、白黒、モノクロだったのかな。ね、こうパズルっぽくなるのかな、これ。うん、あ、こういう感じなのかな、また。ああ、めくれちゃったな。こういう感じで、パズルみたいな感じ。ね、グレイさんのパズル。さあ、これなんだ、鉄橋。あ、ああ、ね。これ電車好きな人はいいかもしれない。子供とかね。電車の、なったら箸ですね。はい。電車柄がついてる箸。はい。ミーシャのポーチ。顔が、な、面長だな、だいぶ。はい。行きましょう。はい、これ、あ、これなんか見た、出品中って書いてある。ラストピリオド、マルチスマホケース。これね、3500円ですね。はい。これ2個目だな、同じやつあったな、さっきね、あのこれをやる前もね、片付けをしてたんで、あ、これスパイラル、あ、開けてないですね。はい、はい、これ何、これミラー、あ、カフェ吉祥寺、さっきのミラー、お、これコーペに吹き出しがついて疲れた。あ、これミフィーちゃんのやつ、フィップ、はい、行きましょう。これなんだ、これは黒子のバスケかな、なんかこんなでっかいのかな、これ何ですか、軽く軽かなる時の中でのシャーペンの返信ね。はい、これなんだろうな、なんか男の子がいっぱい書いてある。お、ピングのスノード、水が濁っていますけどね。ね。インドのスノード。はい、これなんだ。お、ドラゴンボールだな。悟空さんが書いてある。一
一番くじですかな。進撃の巨人ラバーストラップ、ライナーって書いてますね。わかりやすく書いてますね。ちょっと開けてみましょうか。さあどんなライナーが出てくるかな。よっしゃー、ああ袋なくなっちゃった、ね、ライナーこういうやつだったんだね。マニコの形と思ったんだよね。はい、最勇気だ、最勇気って書いてある。最勇気のなんかね、メモケースかな、なんかね、これね。はい、行きましょう。はい、あ、ポケモンのミニタオル、ご当地、東北限定、こけしって書いてあるんですね。あ、これが書いてあるのかな、ね、ミニタオルだそうですね。こういうの売ってんだね。お、出た、スパイラル、スパイラルグッズ増えてきたな。これで手帳、パスケース、これも結構するんじゃない、こういうの800円しますからね、はい、1個はね、この段ボール箱980円で買ってますから。ゲームソフトをお得に、クーポンスクラッチ、おー、ゲーム屋さんでなんかくれたのかな、配ったりしたのかな、なんかクーポンスクラッチ、いや、ヤマダ電機のマイクラファイバーハンカチね、なんかなんかあるのかな、これね、マリオのハンカチ、なかなかいいですね。ちょっと顔にベーンって貼られてるけど、名探偵コナーね、顔に貼るんですね、はい、あ、これは、あ、これコナン江戸川、ちょっとね、あのアクリルのねやつがちょっとこれ外れちゃって、こうビヨンって出ちゃってますけど、コナンですね、アクリルスタンド、位置ずれちゃって、お、これはあれじゃない、犯人じゃない、名探偵コナンの犯人、あの UFO キャッチ、あ、違う、あのチョコアイックのやつの、ここでもやったんです、台風動画をやって、で、まあ、そのまま売りに出しちゃったんです、1個ずつね。そしたら犯人から先に言うんです、犯人から、みたいなね、面白、ね、はい、あ、これはあれだ、なんか出川さんのやつだね、これ、充電させてもらえませんか、ヘルメット、ガチャガチャかなんかなのかな、と思って、はい、ということで行きましょうか。あ、これはコースターセット、これコミック買うとね、はい、お、お、今回来た、ね、ゾロと終わりのセラフですね、はい、これもね、あんまり古くなるとなんかね、ボロボロ崩れちゃいそうなコルクなんですよね。柔らかい、このなんかすごいソフトなコルクね、お、稲妻イレブンのコイン、キラキラのコイン、となると、あ、リラックマの、あ、お手に入れかな、ね、お家があるとね、あ、これいっぱい見てる、これね、あのちょっとエグザイルさんのちょっとね多かったんで、ちょっと勝たしたんですよ ね、 ちょっとね、整理したんですよ、グッズだけ集めて、これもね、もうなんか売ってよかったな、はい、放置ですね、ファンクラブに入ってくらいですかな。お、なにこれ、カレーパンダ2000年記念だって、2000年記念アイテム、ピンバッジセット3個入り、1000円で売ってたよ、すげー、カレーパンダすげー、あ、2000って書いてあるわね、色がちょっとあれ、はい、アイドルスセブンのバッジ、クロコのバスケのバッジ、何ですか、あ、トガイ、トガイヌの血っていうのかな、ちょっとね、スーパーマリオのこれ、タグドッグタグか、のね、できますね、あのこれね、軍隊の人が作ったりするんですよ、これね、空軍とかね、こういうドッグタグっていう名前とか血液型とかいろいろ書いてある、これね、死んだ時に誰か分かるじゃないですか、だからって言ってて、ね、あとはほら事故ったりとか倒れた時にね、その人が喋れなくてもそれを見れば分かるっていうね、これなんだろうね、これね、なんか漫画っぽいね、手ぬぐい、漫画のなんか書いてあるっぽい、これなんでしょうか、あ、ディズニーだな、ウォールライト、
モールライトって言われてる。はい、ライトのね、あ、しかもミッキーってシール貼ってるわ。あー、これね、これが光るのかな、これなんか説明書書いてある。あ、電池を入れて、ね、光りますっていうかな、ここのライトね。はい、結構シンプルな感じかな、これね。で、まあ、付け替えもできるよっていうね。この隙間に入ったら白いのが光るみたいですね。はい。缶バッチでしたね。はい、この一番くじかね、もう9時があるよ、すげえな。はい、これ何でしょうか。お、これ何、これ、あ、これはだ、刀剣乱舞のキャラクターかな、ね、アニメ版の方です。はい、さあ行きましょう。でっかいバック、あー落ちた、バックね、ゆっくバック。はい、ということで、次行きましょうか。お、なんだこれは、
欅坂46、ちょっとね、最近ね、ちょっと増えてきたよ。アルミボトルショー。あー、これしか書いてない。女の子が映ってないわ。あー、これは。いや、違う、そうじゃない、みたいなね。そう、違う、そうじゃない。女の子が映ってほしかったな。ね、誰でもいいから、みたいなね。名前しか書いてないんだ。あー、なんか落ちた。これ何でしょうか、これ誰でしょうか。ワンダフル、ね。ちょうどこの、ほら、顔にベーンってあるんですよ。顔、ちょっとずらしてくれるとね、ちょっともうちょっといいんだけど。韓国の人ですね。この人だ。ね、なんだっけ。東方神起の人かな、元。わかんない。あ、これ映画行ったらでもらえるゼロ感。ね、銀玉のゼロ感。ね、はい。危ない、崩れそうだな。はい。これはあれだ。東京ラブの、ね、アクリルカード。なんこれ。なんこれ。なんかアクセサリー入れかな。おしゃれな。開かないけど。あ、開かない。中入ってますね。おもちゃネックレスみたいな。はい、行きましょう。お。これ何でしょうか。これ何かな。開けたいけど開かないな。ここか。ゲームソフトかなんか入れるのかな、これ。ね。なんだ、最近のソフトか。ちょっとわかんないな。まあ、ケースでね、ソフトを入れるケース。はい、あ、この人は知ってるわ。ドリームアミさん。ね、やめちゃった。金髪の女の子でしょ。ドリームの人はこの人しか知らない、俺は。そして、あ、このままね。グザイルさんとか。あ、はい、青葉ライド。青葉ライドの。カードケースかな？カードケースと、ね。カードケースとこれ、携帯のな、あ、あれか。イヤホンのなんかケーブルをやるやつかな？こう、くるくるって束ねるやつ。これ何でしょうか？バンダイナムコエンターテイメント。ちょっとごめんなさい。わかんねえわ。はい。さっき、あ、ユーリー、アクリルアソート。これ、あれだな。これの箱に入ってないやつが、いっぱい出ましたね、前回のやつで。前回いっぱい出たよ、これ。同じやつ。ほら、ほら、これだ。これが箱なし版だったんですね。そういうことか。箱割りはこれだったんですね。はい。はい、ありがとうございます。行きましょう。はい、ドーン、来た。これ何これ。かっこいいですね。これなんだろう。テープでね、テープで止めちゃってるんですよ。だからもっと本当キャラクターがいっぱいいたんじゃない、ほら。二人しかいねえっていうね。これ、なんかそういう感じの。キャラクター取っちゃったのかな。ね、推しキャラだけ取っちゃった。はい、来た、仮面ライダー、これ色紙。ね、色紙も結構。途中までしか開いてないですね。もういっかな、開けるのやめようと思ったのかな。それともギュッて固まっちゃったんですかね。
これもなんかジャンプのちぎりました？ページ切ったね、切って貼ってくださいみたいな。呪術廻戦のやついいな、かっこいいこれ。ね、クリアファイル、あのスペシャル特典ミニ、あ、これついてたな、なんかついてたわ、呪術廻戦のやつ。あ、これがついてたね、ミニクリアファイル、ね、アニメが始まったからかな、なんかそんなついてたのかな、ね、はい、さあ行きましょう。こんなんだろう、夏目友人帳ミニクリアポー。さあ細かいのになってきましたね、はい、EXILE の人かなこれね。なんでしょうか、ああこれガチャガチャのやつだ、こうなんかこうね、うん、これミフィちゃんですかな、なんかこれ誰買うみたいなのか。カービィですよね。あ、メロングマン。メロングマン。これも、あれだな。なんか、多くなってきたな。星のカービィのやつ。アクリルスタンド。ちっちゃいなとこに。弱虫ペダル。これ、稲妻イレブンかな。稲妻イレブンか。あっちです。細いのばっかになってきたな。お、これいいね。キングスライムと、これスライム、エンジェルスライムでいいの？ちょっとわかんないですけど。もうね、あの、最近のドラゴンクエストはちょっとわかんなくなっちゃったからな。これもさ、あの、顔に。あ、これ、じゃあこっち行きましょうか。ヤムシペダルのやつ、こっちか。ああ、こだ。あ、よかった。さすが磁石くっついてた。最初下まで落ちなかった。東京ラムのやつ、カードみたいな。アクリルカード、はい。はい、これ。はい。はい、こんな感じ。これ何使うんでしょうか、これは。ねえ。何使うんだよ、これ。はい。あ、これもさっきの、ツイステってやつかな。あ、これちょっとわかんない。名前わかんない。見たことある。あ、これもね。これも何かのかもしれないけど、わかりません。これは、これは知ってる人は知ってるんじゃない？わかんない。そんなやったらみんなそうか。これは、稲妻イレブン、コイン。なんか、どれ落っこったけど、どれが落っこって紹介してないのかわかんない。あー、これさっきの吐いたキャラクターだよ。吐いたキャラクター。これわけわかんない、これ。はい。そしたら、これで最後かな。あ、ハンコクさんだ。はい。あ、ガフト。あ、これガンダムシードですね。おー、アスランのカードが入ってますね。カードケースですね、これね。はい。アルミの。はい、じゃあこれでおしまいでーす。はい、これが最後。イェーなんかね、不思議な、何も書いてない段ボール箱ですね。これ最後にしちゃったからね。あ、あ、かわいいかも。かわいいだー。陶器の貯金箱です。猫ちゃんの貯金箱。かわいい。これはあれだな。あー、名前が出てこないな。あの、アニメのやつですよね。青の彼方のなんとかですよ。さっきちょっとね、今日のね、何時間か前にね、見たんですよ、このセットのやつを。あー、名前がわからん。でも、その貯金箱でした。かわいいやつ。ね、割れちゃうと困っちゃうから箱に入れましたけど。はい、以上でございます。4つ目、全部、これ全部です。980円。安ー。ってことで、以上でございます。あ、どうも。どうも、イエーイ！ありがとうございました。幸せだな。この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。可能なチャンネル